館近いの。図書館らしいからな。はい、あーそうですね。お、水木さん。建物多いので。はい、到着いたしました。こちら、踏み月駅でございます。踏み月駅。まあ、何せね、踏み月の名にふさわしく、たくさん本がありますから。なるほど。うん、くれぐれも火器は厳禁でね。ああ、はいはいはい。回りしまっても。ひまわりしまいましょう、皆さん。はい、危ないですからね。いや、そういうことじゃないですよ。では、それでは、皆様、ご準備はよろしいでしょうか。はい。はい。それでは、踏み月駅、到着でございます。おお。じゃあ非常に、ね、静かな駅ですので皆さんくれぐれも大声だったりとか。うわあ、いいな。やばい、絶対これ触りたくない。置いていくか。はい、置いていきました。つきようと、つきよう、つきようと。いらっしゃいませ。行ってまいります。はい。わ、すごい。わ。うわ、土地帯が、うん、全部が巨大な図書館、荘厳な。さすがに小声はもう出さない、うん、もうダメですもうダメだよ、絶対大声出すね。ようこそ、地下に眠る知恵の根源、踏み月駅へ。地下、踏み月駅の花ですか。踏み月駅は大きな図書館そのものです。ところどころに花が咲いているんですが、これと言えるような花の話は聞いたことがないですね。あ、百花繚乱という図鑑を読んでみるのはどうでしょうか。おお、うん、なるほど。この世界の多くの花や文化が載っていることから海の花と呼ばれているので、詳しくは図書館の司書さんに聞いてみるのが一番かと。なるほど。百花繚乱、なんか面白そうな本だな、ね、おお、気になりますね。司書さん、あの人かな。気になりそう。これからまた司書さん、司書さんお話聞いてみますか。司書さん、ようこそ当図書館にお越しいただきましたね。百花繚乱をお探しなのですね。はい、残念ですがこちらは非常に貴重な本なので乗客の皆様にお渡しすることはできるのです。そこをなんとか。ですがどうしてもご入り用とのことですので、私の方で写しを用意させていただきますね。ありがたい。写しの用意には少々時間がかかると思いますが、ゆえ皆さん一人一人にとって一番大切な本をお教えさせていただきます。おお、え、なんだそれは。お教えした本はこの図書館に所蔵されておりますので、資料を用意する間にそちらの本をお探しください。うん、なるほど。当図書館の利用者の方は温厚な方が多くいらっしゃいますので、もし場所が分からなければいろいろとお話を伺ってみるのがいいかと思います。うん、こちらの準備が整いましたら、うん、ドラを鳴らしますので再びこちらにお越しくださいませ。なるほど。まあまあまあ、でもこれね、まあまあ、あるわ。図書館の人がやるのは大丈夫です。いいんだ。めちゃくちゃ高いだもん。じゃあちょっと、ね、まあそれぞれの本があってことも、ね、見ますか。ああ、なるほど。はい、では、うん、私はこれか。探しに行ってきますね。これ研究しているとよくわかりますが、いつの時代も選曲を左右する情報です。その事実に打ちのめされるとしても、知らなければよかったことより知っておくべきだったことの方が得して、得てして多いものです。情報とは生き物ですから、生き物から手に入れるのが手っ取り早い。とにかく人とよく話すことが近道です。本探しも同じってか。これ裏帳簿、怪しいものを探そう。そんなものここにあるのか。それはそれは、いや、ちょっとこの方のお話で、今こうやって好きな本が読めて嬉しいね。船の上に持っていける本はそうかなかったからさ。まあそれとは別のお話をしてくれたんですけども、昔港で鈍い音を聞いたと。鈍い音で、その直後に眼帯の男が出てきたあいつはなんか、彼なんかしてますよ、相当。本当だあなた関係してないですか。つくづく怪しいな、本当に。いや相当なんか佐賀のお二人よりも相当なあ、あいつの方がよっぽど悪か悪そうな感じしますよ。見た目だけだから俺は。いや、うん、まあまあ、はい。悲しい事件というものは大体の場合において無知と無理解から発生いたします。なぜ人類は言葉という道具を持ち合わせながらそれを正しく使うことができないのでしょうか。まあ、確かにね、それ違いはね、どこにでも起こるもんだな。こっちの世界でもやっぱあるんじゃないですか。ああ、ちょっと私こっち行きます。こっちか。こっちじゃない？でも。いやー、これ広すぎてもう全くわからんね。やっぱり当たりを、ん？当たりをつけていかないといけないということかな。
一応なんか見てみようか。え、あ、え、なになに、もう見つけたの？いや、見つけたんだね、それが。えぇ、早っ、見つけちゃったな。まあ一旦お話ししてみましょうか。列車を背にして左側は北の間、右側は南の間と呼ばれています。列車を背にして、左側は北の間、はい、こっちが北でこっちが南と。なるほど。じゃあ東へ行こう。逆にね、生涯を通してあの茶器に勝る美術品を私は見たことがございません。蔵元が焼け落ちた時には心に大きな穴がぽっかりと開いたかのようでした。なるほど。でもね、お兄さん、乗車必須と言いますでしょう。人の夢と書いて儚いと読むようなこの世界で黒糖茶器と巡り合えた幸運に私は深く感謝しているのです。なるほど。あー、そういうことですね。あ、本を返却予定の方は私の反対が南の間を向いている師匠へ話しかけてくださいね。あ、これついでに返しとこう。はーい。なんかヒントありましたか？今もう本探してますよ。あなた何の本探してるんですか？僕、白い虎の式っていう本なんですけど。うん、白い虎は。なんかそれっぽいの言ってました。あ、なんか一回じゃない？一回にさ、なんか動物のウサギ、お馬、虎みたいな言ってる子供いましたよ。あ、本当ですか？じゃあちょっと一回言ってみます。ありがとうございます。俺は腹ペカオムシだったわ。腹ペカオムシ。列車を背にして左側。ファンの昔話、どこですか？教えろ。コーロームって面白いよね。くれないローム。探し回ってようやく見つけたから、感動も一生だわ。列車から遠い方の奥の棚をずっと探していたんだけど、くれないの文字すら全く見つけられなくて、見つけたのは手前の棚だったのよ。隣にあった黒物語詩も面白そうだったわ。うん。よいしょ。お、ファロン列車がいつから走っていてどこへ行くのか誰も知らないみたいなんだ。一階にはこの世界の不思議にまつわる本がいっぱいあるみたいだし、ここからあそこまでの本全部読んだらわかるのかな。おー。一階ってこと？読もうと思って持ってきたはいいんだけど、小難しくて全く読めやしない。元あった本題戻したいんだけど、どこに戻すかわからなくなってしまった。題名が全部漢字だから北の間にあったことだけは分かるだけどね。あーってことは俺も北に行けば裏帳簿でどこが北なんだいって話なんだよな。まあただこの路地裏の鈍い音が響きそのチョコにできたのは簡単なとこだった。これ貿易所にやられたんじゃないか。俺可能性あるぞ。誰にでも審判の時は訪れる。神奈月駅では貴様らに裁きが下るだろう。神奈月駅、ちょっとこれ誰にでも審判の時は訪れる。神奈月駅では貴様らに裁きが下るだろう。神奈月なんてまあないよな。神奈月、神奈月駅ってないっけ。なかったくないか。神奈月なんか話によると10月の、あ、10月か、あ、10月か、あるか。無知。客観的に事実に基づく公的な記録が残されているのは3回だ。まあ一部私的な分岐も含まれているかね。市場的価値があれば大体の書物はここに来る。どこが北のまで南の駒か、かるか。こっちが南ですね。ああ、じゃあで反対側が北です。北か。3階の北でいいのかな。じゃあ客観的率のここが2階で、うん、おこれか、裏帳。虎の子の販売記録、佐賀との契約を破り不当に利益を得た
利益を得ていたことが読み取れる。あの貿易商さんかね、どうなんだろう。まあありえるな、不当な、まあなんか金ちょろまかして俺が問い詰めたら貿易商がやっちゃったみたいなとこなんじゃねえの。どうなんだい。資料的価値、公的な記録、取引証は公的だよな。じゃあ毒塗ったのあの二人のどっちか。まあどっちもじゃない可能性もある。おう、ああまだ見つけないの。見つけたよ。ああ何見つけたんだっけ。え、俺の本だい。あほシワス伝。シワス伝。そう、へえ。ブルークの本出てよ。あ、僕は黒切り茶器取引書だね。取引書？そんなものまであるか。あ、卸主と卸先が書いてある。誰の？なんかありました？あ、まああのこの絵黒切り茶器の取引書なんですけど。あ、茶器の。卸主はキリヤンって書いてありますね。はあ。で卸先はサガって書いてありますね。何？ああ、キリアン、お前佐賀に茶器を下ろしたのか。まあ本当ですかねそれ。いやいや、取引書、取引書に書いてあるんです。まあそんなことをしたような気がしなくもないですね。まあそうですよ、茶器職人ですよ私は。茶器職人とね、なんか家燃やされてた。それまあでも記憶はね、誰に燃やされたの。まあそうですね、まあそれは分かんないですね。まあ、燃やされたっていう話は私もここでまた聞いたので間違いなさそうですね。ちなみにキリアン死因は？死因ですか。はい、そんなプライベートなお話を差し上げることは。こいつは秘密主義だなとこと。まあそれより私本まだ見つけてないんで。あれ？何の本だっけ？あの白虎の式でおそらく1回南の間にあるっていうふうに。あの子供、え、なんか子供は見つけた？子供見つけてないです。え、なんか虎の話してる子供。あ、いたいた。この辺りが南の間ですよね。ほら、あ、君か。ウサギさん、アマさん、トラさん。あ、間違いない、この辺りだ。俺の方探してよ。何？パロン昔話。パロン昔話。あの昔話この辺りにあるはず。はい、なんかないですか。ヒントな、まだ見つけてない。うん、パロン昔話。パロン昔話、多分あれじゃない、この世界の話だから。一回どっかじゃないのか。あ、一回どっかだと思う。探した？ちゃんとトラウラじゃない。探すのに教えてくれる人がいないと、この世界、全部から。ヒントあるはずなんだよね。これそんな本あるな、これ。これだ。まあ、一回、ね。誰か一人ぐらい行ってるかもしれない。一回にあるってことは分かったんじゃない。一回にあるってことは分かる。じゃあ。じゃあ、いいんじゃない。はい。これだ。何それ。あ、え、おぉ。すごい。ハロー昔話。本当にハルコアムシみたいだ。いや、ファロン昔話だよ、これは。だから。ファロン列車は2号車までしか進めない。竜の頭へ進むためには最後尾にあった桃花の扉、背を越え、行けば死は。死、死は。何越え行けば。背を越え行けば、え、死はす。ん、背、え、背、え、あ、え、え、まあまあいいや。うん、いいよ。大事だろ、めちゃくちゃ多分。大事な、これ。めちゃくちゃ大事じゃないか、多分。ファロンの秘密を握ってるんじゃないか。最後尾にあった桃花の扉、
を進むと、なんかあったな、進むと頭に行ける。そこから頭に行けるんだ。一方に行くと頭に行くので多分背を越え行けばシハスって書いてあるから。シハス字が分かんねえとあれだな。リリアンはまだ探してるのか。別この辺りにあるはず。白虎の手記。いや、ないぞ。1階にはこの世界の不思議にまつわる本がいっぱいある。まあそうですよね。だから多分1階が物語的なもので、2階にあるのが文献チックなもの。あ、これかもしかして。あったー、白き虎の手記、やっと見つけた。ちょっと今のでいろいろ思い出したな。お、ドラが鳴った。あ、やばい、2階になった。急がないと。いや、なるほどな。ちょっといろいろと難しい真実が明らかになりましたね。あー、お待たせしました。いやいやいや、大変でしたよ。大変でしたか。もうどこにもなくて。大変でしたか、着色職人キリアン君。まあ、白虎の手記は、まあ、佐賀のリーダーの白虎さん、まあ、がおそらく書いたのかなというような内容ですね。まあ、もともとはいい組織だったみたいなことが書かれてましたね。まあ、やっぱり虎の子で変わってしまったっていうことをね、先ほど誰かが言ってましたけども。いやいや、マフィアが最初からいい組織なわけないでしょ、ね、まあまあまあ、一旦でも百花繚乱をいただきましょうよ。よ、いただきましょう。お待たせいたしました。こちらが百花繚乱の写しでございます。写しとはいえ、この書物が多くの人の手で編まれた結晶であることに変わりはありません。お、くれぐれも丁重に扱ってくださいね。不思議な植物に出会ったらページをめくって効能を調べてみるのも良いでしょう。この写しがあなた方の旅の良き友となることを願っています。なるほど。おお、ありがとう。ああ、いただきました。お、書いてある。なんかすごい。おお、すごい、いっぱい書いてありますね。おお、本平と書いてる。全部書いてあるよ。超超超超超。あ、すごい、こんなに教えてもらって。あ、もう全部でたまらない。いいんだ。これ。いいの、これ見ちゃって。ネタバレから出てるこれ。確かに。いろんなものあんな。全部書いてある。踏み付き駅の情報ないですか、この中に。毒ダミってこと？あ、違う、ページ数は関係ないか。あ、ページ関係ないですね。杯椿水晶符、提灯宝月。めちゃくちゃあるぞ。毒ダミ、如意宝珠、バラバラ。あ、ありましたね、バラバラ。バラバラ持ってるよ。あ、あ、なんかバラバラ詳しくなんかいろいろ書いてありますよ。バラバラ、バラバラこれだろ。あー、ね、バラバラ、あ、私ね、あ、そういうの持ってたな。あれあれ、この人はアメリカ。あー、来た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 。あ、皆さんもお帰りなさいませ。はい、まもなく出発の時間でございます。はい、いやー、いいもの手に入れました ね、 ね、 ね、みんなこの読んでよ、こんなもん。パラ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 、すごい。え、どうでしたか。いやー、すごい駅でしたね。ちょっとうるさいですよ。静かにしてください、図書館なので。紙の音フェチいたからな。まあ、本の数がね、めちゃくちゃ多かったので。いや、そうですよね。いや、興味深かったですね。探し物をするのも多分一苦労だったかと思うんですけれども。まあでも見つけたいものは見つかりましたね。それでは、じゃあまあ次の駅に向かいましょうか。はい。はい。はい、では皆さん次の車両を進みください。はいはいはい、またこの形ですね。じゃあやっぱ僕の、開いてる、あ、開いてる、あれ、ああ、これ、じゃあここで、弱されてハロー
邪魔してごめんなさい。寂しさに襲われとしよう。私とも飲めと歌えとロボットみたいにはなれない。パパと散りゆく火花のようでしょうね。今宵もまた期間下がってネオン街へと渡ろう。うまいことのパレードへゴーだ。ザク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 もう空っぽ。